さて今日はギューは何しに日本へ海町編じゃないですよね。今年も絶好調のボビー。安産の神様として有名な海八幡宮がある海町だが、福岡市のベッドタウンとしても人気を博している。そんな海町から2024年最初の謎は、海町に爆誕、誰もいない謎のキャンプ場。そんな人気ないんだ。いやいやいや、そういうわけじゃない。ああ、そっかそっか。でも誰もいないってスタッフとかいるでしょうし、誰もいないキャンプ場って単なる野宿ですかね。その謎のキャンプ場があるのは海町の東側にある砥石山だという。早速調査に向かったのだが、めっちゃ大雪です。やばいですよ。調査が不安になるほどの雪が。そんな山道をさらに進むと、あ、前ちょっと開けてくるところが、あ、しかも看板ありますよ。これじゃない？海の森。あ、応答キャンプ場って書いてある。本当だ。海の森と書かれたおしゃれな看板を発見。ここが誰も知らない謎のキャンプ場なのか。すげえ、本当誰もいないですね。確かに足跡すらなく人の気配も全くない。すると、あ、案内板が QR コード。もうめっちゃ今時ですね。あ、はい、ホームページに飛ぶんですね。ホームページによると日中は自由に見学 OK とのことで、早速施設を調査。もう三角の建物の中には、おお、ピザ窯。ここに来た人はもう自由にお使いくださいって感じですかね。この施設はトイレとシャワー室。めっちゃ新品ですね。ボビーの言う通り設備は真新しく今風のおしゃれな雰囲気だ。さらに、これは何だろう。こんにちは。隣の建物をノックするも、こっちもいないですね。その建物の裏には、あー、ここもいいね。聞いてこの鳥。もうここテント張って森の中のめっちゃプライベート空間になるよね。最高。音キャンプにも対応してるし、テントサイトもあるし、でめっちゃ静かでめっちゃ景色がいい。でも本当に誰もいないですね。気になることがありすぎる。ホームページにそういう情報とかはないのかな。あ、お問い合わせフォームありますよ。ピザカバー使ってもいいんですかって聞いとこうか。ということで早速問い合わせ。近年は冬キャンプも人気だが、ここにもキャンパーたちが訪れるのだろうか。俺ら出身やけん、雪だるま作るのが人生4、5回目ぐらい。チーズ。ちょっと逆光だけどいいね。馴染みのない雪を楽しんでいると、来た、ピザ窯は無料となっております。ご自由にお使いくださいって。なんとピザ窯の利用料も薪代も無料。そしてこちらもシャワーも無料です。お一人様10分程度の利用でお願いします。ピッカピカのシャワールームも無料で使用 OK。 さらにキャンプ好きのボビーが気になったのは、電気はさすがに、あ、さすがにある。全てのサイトに AC 電源があります。ご自由にお使いください。うわー、丁寧に書いてるんですけど、絶対管理人さんこの人めんどくさと思ってるよね。でもお金はお金。そう、管理人もいない無人キャンプ場では、支払いはどうするのかというと、受付はありません。洗い場横に設置の灰色のポストがあります。洗い場の、あ、ありますね。これがお支払い、料金入れ。なんと支払いは置いてある封筒にお金を入れ、ポストにインすれば OK。 こんなキャンプの仕方はある？ありますね。
面白い。本当になんかソロキャンプとか自然を楽しみたい方とか、ゆっくり静かで過ごしたい方、こういうスタイルは絶対いいと思うよね。さて、調査の結果、私たち以外は誰もいないキャンプ場は実際に存在するということが確認できました。しかし、そもそもなんでそれができたのか、めっちゃまだ謎が残ってますよね。めっちゃ丁寧にずっとやり取りしている管理人さん、来ていただけないのかな。ということで、直接話を聞きたいと問い合わせてみると、あ、来てくれるって、ずっと付き合ってくれるねで、しばらく待っていると、あ、来ました来ました、こんにちは。すいません、わざわざ来ていただいて。寒いですね、今日は。寒いですこちらが無人キャンプ場海の森オーナー小林さん。外は寒いということで、小林さんのプライベートルームへ。うわぁ、おぉ、すごい。え、あぁ、高橋、ここが管理棟。はい、僕ここで宿泊したいすごい景色、はい。そもそも なんでこういった形でキャンプ場を作ったんですか。僕はですね、キャンピングカーで日本全国を回ってて、もともと海町で食品会社を営んでいた小林さん、退職後奥様と一緒にキャンピングカーで日本全国を旅したという。その楽しさから生まれ故郷である海町に旅人が安らげる場所を作りたいと、父親の土地だったこの場所にオートキャンプ場を作ろうと決意。およそ2年間かけ家族で山を切り開き、できる限り自分たちで作り上げたんだとか。ちなみに支払い方法などお客さんを信用しすぎな気もしますが、それはもう僕は人を疑うことがあまりできないんですから。半年間やってきて、まずお金を入れないとかですね、はい、そういう人は一人もいません。あ、本当ですか、はい。小林さんの人柄とお客さんのマナーで成り立っているこのキャンプ場、利用するお客さんはどう思っているのか。基本無人っていうのはどうですか。あ、まあ楽でいいですね。受付とかですね、はい、手間がそれだけ省けて、結構カメラとかもあるんですよね、うん、はいはい。なんでまあその辺はちょっと安心かなと思って。野宿よりも安心です。野宿より全然安心そりゃそうですよ。利用して聞いてきます。すごい施設ですね。この勝手にトイレアワードっていう、まあトイレを勝手に評価するようなサイトがあるので、そこで満点を取ってるから、はい、やっぱ施設も綺麗で、はい、で皆さんが綺麗に使っているというところもあると思います。ぜひ皆さん海の森海で検索をして、予約をした方がいい。はい、予約をしてからぜひ見てください。